ラマですし。どうもトミクですシュね、早いこの一瞬回路お前を吊るし切りしたい、ね、吊るし切りということで、はい、こちらです。はい、これなんだ、あんこって書いてある、あ、ほんとだはいよ、うひょー、おー、このあんこを、はい、吊るし切りをまほとくんにしてもらいます。吊るし切りって何？吊るして切るの。これがあんこ。うわ、はい、これがキモー、あんこ、要するに内臓がさ、ワンキモとかも飛び出ちゃってるから内臓を切ってもらう。よいしょ。うわ、キンメ。ちょっとこれ、マホトこっち持って。え、どっち？こっち、こっち、どっちでもいいや。マホちゃんちょっとあのね、よし、オッケー。どっからどこをさばけばいい？まずはここのヒレ、これ落として。やっぱ触りたくないよ、もうお、そう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 、上手上手上手、はい、でもあんこって捨てるとこないっていうぐらいだからね。そう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 、はい、内臓を取って、で、まずここの腸、飛び出てる腸を切って、まずはあの鍋の醍醐味、あん肝です。おお、あん肝を切りましょう。はい、でかいあん肝だな。でブルンって取れるから気をつけて。はい、おお、きたきたきた、そうそう、うわ、ほら、あん肝でかくない？やば、キモいあん肝、これがまたうまいのさ。うわ、胃袋なんか入ってる？入ってない。なんだよ。はい、あんこの胃袋、多分中何も入ってないと思うんだけど、多分何も入ってない、ね、ここ切れてるから。さすがあんこの親戚。親戚じゃねえし人間だわ。見てください、内臓とひれ取ったら、ね、今度皮を剥いてもらいます。はあ、おお、すげえ。あ、切れるでしょ。そうそうそう、うまい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 。おお、どう？意外といけるでしょ。意外といけるね。でしょ？そう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 、うまいうまいうまい。うまいなぁ。やった。なんかいろいろセンスあるよね。キャットタワー作るのだったり。キャットタワーのセンスすごかったもんな。ルートとロゼがまた来てって。いや、ほんと会いたい。もうなんかこう横に横になっていくから、また裏は裏で。いてい！裏で、裏は裏でやっていくから、ここまで行ったら、ここでとりあえず切っちゃう。うん、そしたら今度こっち側ね、同じようにこう、切れ目入れてあげて、こうと、スルン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 抜けるわけよ。ほら、恐れるな、恐怖を。手切らないでね。はい、目ん玉落ちてる何か落ちてるで笑うと、まあ、ほんと頭おかしいよおぉ、うわ、うわ、のどちんこら、たぶん、うわ、命のあれだ。うわ、よし、ここでほら、ほら、見よ、じゃん、ほら、どうよ、ほらどう、よくない？だいぶいい感じになってきた。はい、まほちゃん、よろぴく。どうすんの？ほんとね、まずはここ、ここらへん、あばらを切って。おー、いいね。おー、すげー、取れました。こんな感じでしょう。はい、素人が頑張りました。はい、じゃあさばいたやつをちょっと別個に入れて持っていきましょう。はい、あんこがさばき終わりました。はい、どうだった？疲れた。マジで？いや、でもそんなもんよ。想像以上に力使うね。確かにね、うん、でもね、10キロ級のあんこはなかなかできないよ。うん、ということで今回はあんこ鍋、この量の肝だよ。すごい、かなり。できましたー。よく見て。うわ
ネギはいりません。好き嫌いするんじゃない。いただきます。いや絶対うまいぜこれ。あんこうまい。弾力が、おお、うまい。これがやっぱあんこは鍋に限るさ、うん、自分でこう出して引っ掛けてしてから食べるあんこうまいでしょ。うまい。これは最高よ。我々はじっくりといろいろ語りながら食べるので、はい、これで動画を終わりにしたいと思います、はい、皆さんまた次の動画で会いましょう。ごきげんよう。ごきげんよう。